今日言っちゃって。いえいえ、こちらこそ。え、見てたんだよ、うち配信。え、嘘、うん、どこまで見てました？え、うちの話始めたぐらいから見てた。うん、嘘。え、どこの話？何の話しました？そこ。なんかコラボしたいみたいな。コラボしようって言ったら、嫌だって言われると思ったら、しようって言ってたって。結構見てますね。見てた。え、今日、なんか、さっき、ファンの人と、うん。あの、ななみ様とやりたい、コラボでやりたいことを考えてたんですよ。うん、いっぱい、うん。で、多分、その、打ち合わせしてないと、ダメかな、みたいな。うん。その、喋れないかな、と思ってたんですけど、めっちゃいいこと考えたんですよ、もうこう。うん。一個。うん。あ、一個じゃない、二個あるんですよ。うん、二個、オッケー。あの、なんだっけ。あ、究極の、うん、二択の選択の質問か、うん、質問か、二人で一緒に一曲作る。おー。一時間で。うんうん。どっちやりたいですか？どっちでもいい。おい。決めてくれよ。曲、どうやって作んの？え、なんかもうこの前、かりんと、なんかプリンアラモードのギフトがあった時に、うん。なんかそのお礼をするときに、なんか何もないから、そのプリンアラモードの、その曲を作ろう、テーマをプリンアラモードにして、うん、プリンアラモードの曲を作ったんですね。うんうんうん。だからそれを、あの、安倍さんバージョンでやりたいなっていう。ああ、いいんじゃない？あ、いいですか？うん。で、テーマ決めましょう。オッケー。でも今、海派か山派かやってんじゃないですか。うん。で、安倍さん海派ですよね。海派。もうこも海派なんですよ。おうおう。だからなんか海の感じの、うん、感じで作ったらいいんじゃないかなって。おー、なるほどね。思うくんなんですよ。うん。そうそうそう。だからどうします？何します？海で。海をテーマに。うん。うん、海をテーマに。で、振り付け付き。振り付け付き。振り付け付きで、一曲作る。オッケー。配信。何にします？むずくね？いや、いけます、いけます。いけますって。いける？任せてください、もうここに。あ、オッケー。じゃあ、ついてくわ。リードしてね。作曲の天才なんで。あ、そうそうそう。作曲の天才なんで。うん。メロディー浮かんできちゃうんすよ。あ、それは天才だ。そうそうそう。頭にね。そうそうそう。浮かんできちゃうから。うん、それやりたいなって。うん。え、何にします？海？じゃ、海といえば？海といえば？うん。青。あ、青？うん。あ、なるほど、なるほど。うん。ピンときてないの。青、うん、なるほどなるほど。どうします？なんかでもカニとかいいですかもね。カニとかカニ、はい、いいねいいね。カニとか、うん、あと波、あ、波とかいいですね。波、うんうん、波とこ、波とこ。じゃあ、じゃあ全部入れましょう。海といえば海をテーマにしましょう。じゃあ OK。 いや、やっぱむずいな。やっぱなんか特定のものにしましょう。海だと広いわ。広いわ。なんか分かってないんだけど、うち。何、どういうこと？だから、じゃあ一回披露しますね。オッケー。何のことか。全然イメージが分かんないのよ。あ、そういうこと？うん。いや、大丈夫。任せてください。うん。うん、もうこれ。歌って。プリンアラモード歌って。この前はプリンアラモードを、うん、テーマにしたんですよ。うん。で、イェイプリンアラモードっていう曲を作ったんですね。で、その、じゃあ、そのサビをちょっと一回参考として見せますね。オッケー。いいですか？うん。いきますね。それでは聴いてください。イェイ、プリンアラモード。はい。イェイイェイ、プリンアラモード。イェイイェイ、プリンアラモード。プリン単体だけじゃ。物足りない、物足りない。イェイイェイ、プリンアラモード。イェイイェイ、プリンアラモード。でも僕はどうしても食べたいんだ。食べたいんだ。っていう感じですね。こんな感じで、まあ、一曲作りたいなっていう感じなんですけど。待って、このサビ？ A メロ、B メロあるってこと？あ、A メロありますよ、B メロ。A メロ、B メロ聞きます？うん。聞きます？言います？うん。いきますね。うん。イェイイェイ、プリンアラモード。イェイイェイ、プリンアラモード。シャララララ、ショーウィンドウから眺めてたプリンアラモード。僕は食べたくてよだれを垂らした。でも僕は、ちょっと待って、なんだっけ。
単体じゃ高いし、僕は考えた考えた考えた、イエイイエイプリンアラモード、イエイイエイプリンアラモード、プリン単体だけじゃ物足りない物足りない、イエイイエイプリンアラモード、イエイイエイプリンアラモード、でも僕はどうしても食べたいんだ食べたいんだ、こんな感じですね。え、すごいね。これを作ったんですよ。いろいろすごいわ、うん、こう作ったんですよ。だからこれを今回阿部さんとモーコバージョンで作りたいなっていう。ああね、こんな感じで。ピンときました？うん、ちょっときた。あ、ちょっときました。うん、これをだからこうプリンアラモードで、うん、とかなんか特定のものでやった方がやりやすいんですよ。あ、そうだね。そう、海ってやるとちょっと広すぎて、うん、うんうん、うん、あれなんで特定のものにしたくて。うんうん、なんか何します？海鮮丼とかは。あ、海鮮丼？でもまた食べ物になっちゃいますよ。海鮮丼で思いつきます？なんか。ないよ。ストーリー性。じゃあ、あの、プリンアラモードのストーリー性としては、うん。そのやっぱプリンアラモードって、そのプリンアラモードいろいろ乗ってるじゃないですか、プリンに。うんうん。で、それがいいんですよ。でプリン単体だけだとやっぱ物足りないじゃないですか。でも、うん、プリン単プリンアラモードってちょっと高いじゃないですか、プリン単体よりも。そうだね。だからその切なさと愛しさ切なさと愛しさを表現したのがプリンアラモードなんですね。そうだからその切なさと愛しさも、うん、兼ね備えたような感じの、うん、と歌にしたいかなっていう。まあ切なさと愛しさじゃなくてもいいですけど、うん、ちょっと意味をちょっと深くしたい。で海鮮丼だとちょっと難しいかなっていう。変わんないだろ、海鮮もいろいろ乗ってるじゃん、海鮮丼も。海鮮丼だとちょっと難しい。プリンアラモードね、海鮮丼で同じ感じになっちゃいません？その刺身だけで食べるんだったらちょっと物足りないけど、ね、うん、海鮮丼だといいよっていう人しさと切なさになっちゃうからまた。あ、ね、そうそうだね、食べ物以外ってことね、うん、じゃあそうですね、食べ物じゃない方がいいかもですね。砂浜とか白砂浜、うん、あ、生まれるストーリー、今もう生まれましたね。なんですか？やっぱ砂浜って太陽当たると暑いじゃないですか、夏って。うん。で、暑いから、やっぱちょっと歩くのに、あちちちってなっちゃうじゃないですか。うん。で、砂浜って、なんか鬼ごっことかするじゃないですか。カップルとかが。うん。だからそういう、なんか楽しさ。あちちちってなる、そう、楽しさ。あ、そっちね。そう、青春さ。うん。それ爽やかな曲調にしたいですね。爽やかな曲調、ね、うん。うんうんうん。なるほど。じゃあ何します？タイトルから決めます？うん、オッケー。サビから作った方が簡単なんですよ。そうなんだ。そうなんですよ。サビから考えて、A メロ、B メロにつなぐっていう。あ、やっぱちょっとストーリー性を考えた方がいいかもしれないですね、先に。あ、そうだね。うん。うん。じゃあまず、その照りつける、太陽を照りつける砂浜？うん。があって、うん。まあ、主人公何にします？何？うん。男の子か女の子か、うん、はたまた犬なのか、猫なのか。ああね。はいはいはい。決めてください、阿部さんが。主人公。うん、主人公。でも、なんでもいいですよ。もう本当に、カニとか貝とかでもいい。ああ、なるほどね。うんうんうん。主人公。主人公。いや、でも、女じゃない？あ、女の子。うん。じゃあ、女の子ですね。オッケー。じゃあ、女の子で。じゃあ、どうします？タイトル。タイトル。うん。でも、なんか、あっちいっていう感じがいいんですね。あっちいから、砂浜って。うん。夏の砂浜ってこと？あ、そうです、そうです、そうです。うん。夏の砂浜だから、やっぱ暑いじゃないですか。うん。うん、
だから暑いっていう感じがいいですね。でも暑いだとなんかちょっとインパクト足らないから、うん、あちちちみたいな、あちちち砂浜あっちい、あっちいぜあっちいぜ砂浜あっちいぜビーチとか、なんかそういう系がいいですね。あっちいいよいいよ、それで、それか あっちちあっちいな、何します、あっちいでもなんかいいですよね、あっちいあっちいってなんかサビに入れたくないですか。爽やかなんて爽やかにするんだよね。あ、確かに爽やか忘れてた。確かに爽やかにするんだったらちょっと違いますね。で、やっぱキャッチーな方がいいじゃないですか。うん、覚えやすい。うん、キャッチーな方が。だからなんかちょっとキャッチー系。キャッチーな、うわ、これちょっといいな、みたいな。これでちょっと言いたくなるな、みたいな。そうそう、そういう感じがいいかも。イェイ、プリンアナモードみたいに。なんか、あっちいぜ砂浜とか。めっちゃそれ押すじゃん。あっちいぜ砂浜押しすぎ。いいよ、あっちいぜ砂浜ね。オッケーオッケー。そう、あっちいぜ砂浜。いや、でもなんかダサくないですか、あっちいぜ砂浜。自分で言ってんのに。ダサいよ。だからどうします、うん。じゃ爽やかさ足したい。足したい。爽やかさ。うん。あちあちあちホワイトビーチ、あ、ホワイトビーチめっちゃいいじゃないですか、爽やか。ホワイトビーチ、うん、オッケー、あちあちホワイトビーチあ、いいじゃないですか、爽やかにください、あちあちホワイトビーチ、あ、めっちゃいいじゃないですか、なんかイン踏んでて、あちあちホワイトビーチ、あ、いいじゃん、あちあちホワイトビーチにしましょう、じゃあ決まり、オッケーオッケー、決まり、あちあちホワイトビーチ、ちょっとメモっとこう、忘れそうだから、あちあちホワイトビーチで、うん、よいしょよいしょよいしょ、あちあちあちちっちゃいつハートとかにします、あちあちハートホワイトビーチみたいな感じでしょ、うん、どうします、それとも星とかにします、で、イエイプリアナモードが星なんですよね、あ、イエイ、そうね、あちあちびっくりマークつけます、あちびっくりマークハートにします、うん、そうしよう、あ、オッケーオッケーオッケー、あちあち、あ、青春っぽいじゃん、うん、ホワイトビーチ、ホワイトビーチどうします、カタカナ、逆にひらがなは、あ、逆にひらがな、うわ、めっちゃいいそれ最高、あちあちホワイトビーチ、最高最高、ホワイトビーチの B は伸ばします、それとも、え、ちっちゃい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 、ホワイトビーチ、うん、ホワイトビーチ、ビックリマーク、うん、あ、OK です、ビックリマーク2個にします、あ、2個、あ、2個2個、 OK、 あちびっくりマークハト、あっちびっくりマークハト、ホワイトビーチびっくりマークびっくりマーク、オッケーオッケーオッケー、これこれこれで、やっぱイエイプリアナモードみたいに、うん、そのタイトルをサビに入れるのはやっぱ考えやすいかなっていう、うん、感じですね、どう思います、なるほどね、うんうん、あ、そうだね、その方がキャッチーだしね、そう、その方がキャッチーなんです、そう、わかりやすいんですよ、うん、だからどうします、メロディーは、メロディーラインは。まずテンポ決めないと。そうですね。でもちょっと爽やかだからちょっと早めの方がいいですかね。ゆっくりではないですか、ね、爽やかって早くはなくない、うん、早くはないですか、ちょっと聞いてくださいよ。あっちあっちホワイトビーチで。やだよ。絶対やだよ。なんでですか、絶対やだよ。だからコールもしやすい方がいいですよね。うんうん。うん。ちょっと待ってくださいね。うん。ホワイトビーチ、あちあち、ホワイトビーチ、あちあち、ホワイトビーチ、どうですか、ダメ、うん、あんまピンときてない、うん、ダメか難しいな、あっち
あちあち。ああ、あっち。じゃあ、全部同じになっちゃうの。全部同じなの。あっち。あっち、あっち。あっち、あっち。ホワイトビーチ。どうですか？あっち、あっち。ホワイト、あっちになっちゃうんだよな、でも。あっち。あちあちホワイトビーチ。どうですか？ちょ、考えてください、安部さんも。考えてくださいよ。もう子ばっかり、あちあちって言ってずっと。恥ずかしいわ、もうずっと。あちあち一人でずっと。で、一回歌ってみてください。その。何、もう一回やって。あちあちホワイトビーチ。あっち、あっち、ホワイトビーチ。あ、いいよ。めっちゃいいよ。めちゃくちゃいいよ、それ。あっち、あっち。あっち、あっち、ホワイトビーチ。あっち、あっち、ホワイトビーチ。めっちゃいいよ。いい？あ、オッケー、じゃあそうしよう。うん、じゃあそうしよう。あっち、あっち、ホワイトビーチ。あっち、あっち、ホワイトビーチ。うん、いいよいいよ。めっちゃいいよ。オッケー。で、次どうします？暑いから、やっぱ。うん。やっぱ、照りつける太陽。照りつける太陽ね。うん。うん。照りつける太陽。うん。カニも、茹でられちゃった。こう。怖い。怖くなっちゃった。やっぱやめよう。それはやめちゃうわ。それはやだわね。うん。照りつける太陽。カモメも呼んでるわ。どうですか？あ、いいよ。照りつける太陽、カモメ、カモメも呼んでるわにメロディーをつけるのね。うん。あち、あち、ホワイトビーチ。あち、あち、ホワイトビーチ。照りつける太陽。カモメも呼んでるわ。照りつける太陽。カモメも呼んでるわ。カモメる、カモメも呼んでるわ。わわわ。ダサすぎ。ダサいとか言わないでください。カモメも呼んで、わ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 。わを続けさせる。ええやん。どうですか？いいよ。あ、いいんだ。いいんだ、これで。あち、あち、ホワイトビーチ。あち、あち、ホワイトビーチ。照りつけるなんだっけ。ないよ。いいよ。カモメも呼んでる。わわ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 。いいじゃん。カモメも呼んでる。わわわわ。で、ちょっと盛り上がりどこりがないから。うん。もうちょっと盛り上がりたい。うん。うん、もうちょっと盛り上がりたいですよね。どうします？カモメも呼んでる。わわわわ。わわ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 てか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 あちあちホワイトビーチ。最初ゆっくりで、最初ゆっくりでどんどん速くなっていくっていうのはどうですか？あ、テンポ変わるのね。そう、テンポ変わる。最初はあち、最初ちょっと可愛めにあちあちホワイトビーチ、あちあちホワイトビーチ、照りつける、照りつける太陽の音程なんかめちゃくちゃわかんないんですよ。自分で歌っといて。照りつける、ちょっとわかんなくなっちゃった。どうします？照りつける太陽だけちょっとマジでわかんない。ホワイトビーチ、うん、照りつける太陽を、あ、照り、え、照りつける太陽を。照りつける太陽を。
カモメも呼んでる。わわ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 カモメも呼んでる。わわわわ。照りつける太陽とさ、カモメの間さ、うん、なくていいよ。照りつける太陽を、カモメも呼んでる。あ、確かに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 。照りつける太陽、カモメも呼んでるわ。確かに確かに、その方がいいですわ。うん。そうしましょう。うん。なんか謎に開いちゃいますもんね、そこ。そう。やめましょう、じゃあそこ。それにしましょう。うん、決定。オッケー。カモメ、で、どうします？サビの終わりは。わーわーわーって終わってますけど、今。でも、ちょっと2回目テンポ速くするんだったら、うん、あの、照りつける太陽とカモメも読んでるわーは、リズムは一緒、違う、音程は一緒で、うん、あの、言葉だけ変えるのありかもしれないですね。あ、オッケーオッケー。2回目は。うん。照りつける太陽、カモメも読んだ。読んできた。うん、じゃあどうするって。そう、呼ばれて、どうするって話。なんすよ。うん。うん、読んでるわ。カモメに呼ばれてるってことだよね。カモメに呼ばれてる状況なんすよ、今。うん、そっから女の子はどうすんのかっていう。カモメに呼ばれた。呼ばれた。どうすんのって。でも私は飛べない。翼を持てない。いいじゃん。でも切なさありません？切なさ。あるね。あの、うん、僕たちはそれを見るとリンクしてるしね。あ、確かに確かに。いいかもしれないですね。そこもやっぱ考えて。うん、そうだね。やっぱラスサイの曲もちょっと入れていこうっていう。うん。そうそうそう。いいですね。うん、そうしましょう。でも私は飛べない。翼を持てない。翼を持ってない。でも悲しいですね。た翼を持ってないで終わると悲しいから。うん。なんか希望をもうちょっと欲しいかも。最後に。なるほどね。そうそうそう。あ、希望が欲しいから、ね、うん。なんかちょっと希望系のワードが欲しいです。なんか。希望か。うん。でも。聞いた。明日はある。明日はある。明日はある。でも、明日はある。でも、でもなんかそこで、ちょっと、あの、最後、最後に向けたいから、うん。ちょっとメロディーはあんま一緒にしたくないんですよね。あ、うん、そうなんだ。翼を持てない。明日はあるよ。急に。明日はあるよ。翼を持てない。翼を持ってない。明日はあるよ。キモい音程で終わる。キモいの。ずっとキモいけどね。なおさらキモくなっちゃう。ずっとキモいのに。翼を持ってない。なくない。明日はあるよ。明日はあるよ。わかんなくなってんの。もうわかんなくなってんの。なみさんも考えてくださいよ。明日はあるよ、のんて。翼を持てない。持てない。おろさせて、ちょっとメロディーを。メロディーを。翼を持てない。持てない。でも明日は、あ、いいよ。あるよー。え、めっちゃいいそれ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 、なんで今まで隠してたんですか。やってよ、早く。ずっと思ってたわけじゃないから。え、なんで、もう一回言ってください。でも明日は、でも明日は、あるよー。あるよー、うん。めっちゃいいやん。あ、いい？どれか急に。あ、いいのね。翼を持てない。でも明日は、あるよ。明日、明日は、でも明日は、でも明日は、うんうん、あるよーのがいいわ。あ、でも明日は、うんうんうん、あるよー。うん。うん。
あ、めっちゃいいやん。じゃあもう一回やりましょう。最初から。オッケー。あ、最初はゆっくり。あちあち、ホワイトビーチ。あちあち、ホワイトビーチ。照りつける太陽。カモメも呼んでる、ワン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 、ワワ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 、あちあち、ホワイトビーチ、あちあち、ホワイトビーチ、でも、なんだっけ、飛べないやつ。でも私は飛べない。あた、飛べない私は、え、でもって、でもかぶりしますね。そうだね。私は飛べないわ、でいいですか、うん、あ、私は飛べない。翼を持てない。でも明日は、あるよ。あるよ。できた、できた。寒い人は。次ちょっとさ、これメモっとこう。じゃあみんなさ、あのファンの方さ、あのさ、歌詞をさ、メモしといてほしいわ。ファンの人だのみたいな使うな、ファンの人ファンの人メモしといて、歌詞よろしく、今のよろしくね。ファンの人メモしといてください。いいよ、あ、メモしてる、さすがじゃん、さすがじゃんね。こんな感じでサビ、うん、できましたわ。じゃあ次 A メロ B メロ、うん、考えていきましょう。うん、よし、どうします？知らん知らん知らん。よし、どうします？じゃ、まず海に来たみたいなところからいきます。うん、でまだ砂浜には到着してないみたいな、うん、旅でやっと砂浜に踏み入れて、あち、うん、あちにつなげたいですね。あ、サンダル脱ぐんじゃない、最後に B メロの最後にサンダル脱ぐんだよ。あ、いいですね、うん、サンダルを脱いで、うん、歩き出そうとし、歩き出そう、踏み出しに行く。行って、あち、あちにつながる感じにしたいですね。うん。じゃあ、まず、海に来ましたっていう。やっぱ、海に行くときって、どうですか？どういう感情？どう？いや、ワクワクじゃない？ワクワク？うん。じゃあ、ワクワクにしましょう。うん。最初は。ワクワク！ワクワク！ワクワク！海に行くよ！ワクワク！ワクワク！海に向かおう。どうですか？うん、いいんじゃない？おぉ、絶対ダメやん。絶対ダメな時の反応やん。なんか全部リズムネタみたいなさ。全部リズムネタなんだよ。じゃ、考えてくださいよ。ワクワク。ワクワクしかもう思い浮かばないんだもん。え、いいと思う。いいと思う。逆に。あ、本当ですか？逆に？うん、癖になる感じがあるね。あ、確かに確かに。ワクワク。ワクワク。海に行こう。ワクワク。ワクワク。海に向かおう。オッケー。海に行こうと海に向かおう一緒ですかね。やめた方がいい？ああ。海に行こうと海に向かおうが、一緒なんですよね。うん、意味がね。そう。どうします？いや、その一緒は、一緒は。え、いいよ、いいよ。いい？うん。じゃ、ワクワク、ワクワク、海に行こう、ワクワク、ワクワク、海に向かおう。車の窓から、車の窓から、見えてきたキラキラの海。車の窓から、見えてきたキラキラの海。じゃ、なんかすごい邪魔だ。難しいわ。難しいな。で、車で行ってる設定でいいですかね。自転車とかの方がいい。自転車の方が爽やか。まあね、学生感あるね。あ、確かに。やっぱでも学生感の方がいいですよね。うん、青春。うん。じゃあ学生にしましょう。うん。ワクワク、ワクワク。海に行こう。ワクワク、ワクワク。海に向かおう。潮風が、頬をよぎる。よぎる。潮風が、潮風が、頬をよぎって、僕は自転車に乗る。
自転車今まで乗ってなかったわ。難しいなぁ、ちょっと。ねえ、考えてくださいよ。考えてる。でも何を思いつかないの。嘘を下ろしてくださいよ。やっぱそれメロディーの神様はちょっと。潮風が、潮風。ここをよぎった。よぎる？かすめるとかじゃないくて、うん。あ、いやいや、いい、かすめるで。めっちゃいいじゃないですか。かすめる、かすめる。かすめる、かすめて、で、キラキラの海が見える。うん。キラキラの海が見えて、ほんで、もうちょっとだー、みたいな。もうちょっとで着くぞ、うん、みたいな感じ、うん、がいいかな。ワク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 海に行こう、ワク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 海に向かおう、潮か、し、潮風が潮風が頬をかすめる。気持ち悪いな。潮か、潮風が頬をかすめる。あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。潮風が、頬をかすめる。あ、いいや、いいや、いいや。ワクワク、ワクワク。そろそろ、そろそろ、海に着くよ。そろそろ、そろそろ、海に着いた。あ、なんだっけ、最初。ワクワク、ワクワク。海に行こう。ワクワク、ワクワク。海に向かおう。潮風が、潮風が、頬をかすめる。そろそろ、そろそろ、海に着くよ。そろそろ、そろそろ、海に着いた。キラキラな、海が、きれい。キラキラな、海が美しい。いや、美しい、うん。なんか、もうちょっといい表現ないですかね。眩しいわ。あ、いい。キラキラな、海が眩しい。ここまででやめろ。オッケー。ちょっと待って、一回サビ返しません？忘れてるから。うん。せーの、で、あち、あち、ホワイトビーチ、あち、あち、ホワイトビーチ、照りつける太陽、カモメも呼んでる、ワン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 、ワワ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 、テク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 、あち、あち、ホワイトビーチ、あち、あち、ホワイトビーチ、私は飛べないわ、翼を持てない、でも、なんだっけ。でも、出ない。でも、でも明日は。でも明日は、あるよー。うん。あ、いいよ。で、すごいよく覚えてるね。で、A メロは、ワクワク、ワクワク、海に行くよ。ワクワク、ワクワク、海に向かおう。照りつける太陽。いや、それサビです。そうサビですね。そうサビ。潮風、潮風が、頬をかすめる、頬をかすめる。そろそろ、そろそろ、海に着くよ。そろそろ、そろそろ、海に着いた、キラキラな海が、ん？キラキラな海が、眩しい。あれ？はにゃ？海が眩しいだったよね。あ、海が眩しいだ。ん？いや、キラキラキラなじゃない。あ、キラキラな海が。キラキラな海が眩しいじゃない。それだそれだそれだ。キラキラな海が眩しいだ。うん。そうそうそう。まぶしい。で、A メロ。終わりね。で、B メロ。で、B メロはちょっと変えたい。一風。ああ、雰囲気変えたいのね。雰囲気変えたいです。どうします？モークは考えたら、
もう、モンコの毛、モンコの、その、もう、キラキラな、みたいなことになっちゃうから。一回、ななみさんを考えてみてほしいです。うん。うん、ちょっと。で、サンダルを脱いで、で、ついて、その、キラキラな実が眩しいわーってなって、眩しいってなって、そっから、サンダルを脱ぐ。うん。感じ。サンダルを脱ぐまで繋げるのね。そう、自転車降りて、うん。わあ、綺麗だって思って、サンダルを脱ぐ感じ？むず。で、サビにつなげたい。あち、あちにつなげたいんで、あち、あちにつながるように、いきたいんですよ。うん。そう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 。どうすか？むずいわ。結構むずいっすよね、これ。うん。すごくないっすか、もうこう。すごいすごい。どうします？海が、歌詞だけ考えて、最初の歌詞だけ。海が眩しいで、でもなんか、その制服が、制服のリボンがなんか潮風ね、なびかれてるとかいいですよね。うん、でもなんか潮風が頬をかすめるとちょっと似てんのか。うん、今女子感ないからさ。確かに。スカートとかじゃない。スカートとかじゃない。うん、あ、スカート、風が強くて、スカートを抑えるみたいな。あ、前髪が崩れたわ。ああ、前髪いいじゃん。うん、いい、いい。前髪が、せっかくセットしてきた前髪が、前髪も、前髪が崩れちゃうわ。崩れちゃったわ。崩れちゃったわ。って感じで。うん。うん、あなたのためにセットした前髪が崩れたっていう、いい、めっちゃいいです。あ、めっちゃいいです、それ。あなたのためにめっちゃいいよ。あなたのためにために作った前髪が作った前髪がめっちゃいいよ。めっちゃいいよ。いいのかい。すごいいい曲になってるよ。やば。急になんかワク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 とかじゃなくて。ためにために作った前髪が前髪が前髪が崩れる前に、うん、靴を、サンダルを脱ごうわ。あ、いいじゃん。いい。めっちゃいいよ。あなたのために作った前髪が崩れる前に、崩れる前に、サンダル脱ごう。なんかもう一個欲しいんだよね。サンダル脱ぐ前にもう一個欲しいの。崩れる前に、崩れる前に、あなたが来る前に、サンダルを。めっちゃいいやん。急な神曲になってるけど。ワク、ワクからしたらすごいよ。成長が。B メロだけ、B メロだけ。なんか違うね。ってなるよ。天才やん。よかった。あなたのために。あれあなたのために作った前髪が崩れる前に あなたが来る前にサンダルをあなたが来る前にサンダルをサンダルを脱ぎ捨てて、脱ぎ捨てて、あち、あち、めっちゃいいよ。めっちゃいいよ。
ですか。あ、いいかな。うん、超いいっすよ。何でしたっけ、あなたのためにつくった前髪が崩れる前にあなたが来る前にあなた崩れる前にあなたが来る前に来る前に崩れる前にあなたが来る前にあなたが来る前に脱ぎ捨ててサンダルを脱ぎ捨てて、うん、サンダルを脱ぎ捨てて、めっちゃいいやん、超いいっすよ。あ、いいかな、うん、めちゃくちゃいいっすよ。あなたのためにうん作った前髪が前髪が崩れる前に、うん、あなたが来る前にがいい、あなたが来る前に来る前にか来る前にサンダルを脱ぎ捨てて、うん、あちあなたのために作った前髪が崩れる前に、あなたが来る前にサンダルを脱ぎ捨てて、うん、脱ぎ捨ててか、あなたが来る前にの音程ちょっともう一回欲しいです。あなたが来る前に、うん。あそこ？え、あ、どういうこと？あなたが来る前に、サンダルを脱ぎ捨てて、うんうんうん、オッケーオッケー。てーか。うん、あ、オッケーです、オッケーです、オッケーです。待って、最初。あなたのために作った前髪が、か。崩れる前に、あなたが来る前に、うん、前に、サンダルを、サンダルを脱ぎ捨てて、か。うんうん。脱ぎ捨てて、あ、OK です、OK です、OK です。OK。で、A メロ何でしたっけ？ワクワクじゃん。そうだ。急にダッサいの。今までやってたのより。ワクワク。海に行こう。ワクワク。海に向かおう。潮風が、頬をかすめる。そろそろ。海に着いた。そろそろ。あ、違う。海に着くよじゃん。着くよ。そうそう。海に着いた。あ、キラキラの海が。あ、キラキラの海が。違う。キラキラの海が眩しい。あ、そうだ。よく覚えてますね。キラキラの海が眩しい。あ、海が眩しい。あなたのために
った前髪が崩れる前に、あなたが来る前にサンダルを脱ぎ捨てて、あ、脱ぎ捨ててだってます。うんうん。サンダルを脱ぎ捨てて、あちあちホワイトビーチ、あちあちホワイトビーチ、照りつける太陽、カモメも呼んでる、わわ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 ホワイトビーチ、私は飛べないわ、翼を持てない、でも明日は来るよ。うん、めっちゃいいじゃないですか。いい、できたじゃないですか。できたね、すげえ。来るよでんてけてんでん、めっちゃいいじゃないですか。で、最初どうします？ワク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 じゃなくて、からじゃなくて、うん、なんかイエイプリンアラモードの場合は最初サビをイエイイエイプリンアラモードってちょっとゆっくり言ってから、うん、シャラランって音があってからショーウィンドーからってなったんですよ。うん、なんかそれを考えたいですね最初、うん、そのワクワク、ちょっと待って、ワク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 になるのか、うん、またまた違うのか、どうします？なるほどね。うん、でもやっぱ海だから、うん、なんかザッパーンみたいな、あ、ザッパン系ね、うん、ザッパン系、そう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 、うん、そういう系がいいです最初。なるほど。うん、ザッパーン、ワク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 じゃあちょっと少ないか、ザッパーンだけだと、うん、やっぱちょっと最初はわっこの曲聴きたいなって思ってたんですよ。うん、だからなんかもうちょっとひねりたいですね。うんうん、ザバ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 ザパーン、ワク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 、どうですかね。いいよいいんですか、本当にいいと思ってる、うん、思ってるいいんですか本当に、うん、うん、じゃあザバ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 ザッパーン、ワク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 、海に行こう、ワク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 、海に向かおう、テリー違うわ、スレスサビス、潮風が頬をかすめる、ワクワク、あ、そう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 、海に着くよ、そう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 、海に着いた、何でしたっけ、海に着いた、キラキラキラのキラキラのキラ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 の、あ、海が眩しいだ、あなたあなたのために作った前髪が崩れる前に、あなたが、あなたが来る前に、サンダルを、サンダルを、サンダルを脱ぎ捨てて、あち、あち、ホワイトビーチ、あち、あち、ホワイトビーチ、照りつける太陽、カモメも呼んでる、わわ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 、あちあちホワイトビーチ、あちあちホワイトビーチ、私は飛べないわ、翼は持てない、でも明日は来るよ、めっちゃいいじゃないですか来るよザッパーにしましょう最後来るよ、okay.
ザパン。パン。終わり。めっちゃいいじゃないですか。じゃあサビの振り付け考えましょう。オッケー。でまずあちあちはどうしますか。暑いでしょ。暑い感じでしょ。うん、うん、暑い感じ。じゃあ文句的にはうんあちあちあいいじゃん。めっちゃ良くないですか。うんこれ、ね、あち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 ホワイトビーチどうします。ホワイトビーチ、うん、あちあちホワイトビーチホワイトビーチホワイトビーチあちあちあちホワイトビーチキモキモい。急にこんなことサビでホワイトビーチって書いてました。気持ち悪いけどな。まあいっか。うん、いいよ。面白いですもんね。面白い、うん。でそうしましょう。あちあちホワイトビーチあちあちホワイトビーチ照りつける太陽をどうします。照りつける太陽をカモメも呼んでるわ照りつけるいや太陽感出したいですね。うん、じゃあちょっと太陽感出してみてください。一回太陽感一回出してみてください。太陽感照りつける太陽をなんかこういうのあるよね。なんかこういうのなんかこういうのあるよね。 ありますよね。これこういうやつですよね。こういうやつ。あ、どうやってやるんでしたっけあれ。こういうやつどうやんだろうあれ。こういうやつですよね。なんかこれ、うん、こうやって手が出てくるやつですよね。そうそうそう、こうやってやってこういうやつ照りつけるいいわ照りつける太陽を、okay. でなんか悲しいですね。あの首系が照りつける太陽をにしましょう。 OK 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 OK。 カモメも呼んでるわわわわはどうします。カモメ、そうカモメ。カモメも呼んでるわわ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 わ。でもなんか出た方がいいんですかね。わわわ、カモメも呼んでる。でもなんか TikTok とかで流行ってる振りとかちょっと入れたいっす、うん、やっぱキャッチーじゃないですか TikTok とか、うん、あれって、うん、だからなんかカモメも呼んでるバオ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 あちあちホワイトビーチあちあちホワイトビーチ何でしたっけ次。あで、私は飛べないわ。飛べない系ですね。うん、悲しい感じ、うん、お表現したいです。私は飛べないわあ、そうですか。私は飛べないわ。いい、翼を持てないじゃ書いてください。阿部さんが。私は飛べないわ。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 でも、仮面も言えちゃったんだよな。そうなんですよね。
じゃあ、なんか2人でできる振りとかにします。お、大丈夫ですか？バカン言ったけど、今。すごい、今。なんか多分振りをやろうと思ったんですけど。バカン言ったけど、大丈夫ですか？じゃあ、2人で翼作ろう。あ、いいですね。あ、あれ、子供の翼。あ、翼を持てない。翼ありますけど。いいね、あ、翼を持てない。あ、めっちゃいいんじゃないですか。二人でね。でも明日は来るよー。はどうします？あいわ。でもちょっと落ち着きたいよな。確かに確かに。でも明日は。でも明日は。来るよ。いや、希望に満ち溢れてる感じですね。でも最後は。ああ。うん。でザブーンでちょっと可愛くしたい。なるほどね。うんうんうん。でも明日は。見てください。もうこの希望に満ち溢れたこの顔。安倍さん、安倍さん降りてこないかな。次の振り付け何かな。希望に満ち溢れた顔。でも明日は。明日は。明日は。来るよー。あ、いいじゃないですか。来るよー。ザップーン。オッケー。じゃあ、ザップーンで二人で手叩きます。ああ、ザップーン、ね。ザップーン。あ、めっちゃ完成。いいじゃん。完成です。じゃあ、ちょっと振り確認しましょう、もう一回。うん。ちょっと B から。いっせーの、で、あち、あち、ホワイトビーチ、あち、あち、ホワイトビーチ。あ、で、手につけてる太陽。うん。あ、カモメも呼んでね。わわ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 。あじあじ、ホワイトビーチ。あじあじ、ホワイトビーチ。私。あ、こだ。あ、私は飛べないわ。あ、翼を持てない。でも明日は来るよー。ザブーン。めっちゃいいじゃないですか。いいやん。めちゃくちゃいいじゃないですか。めっちゃいいじゃん。じゃあもう一回最初から A メロを返しましょう。A メロ、B メロ。うん。じゃあ B メロは安倍さんが考えてくれたの、うん、結構高難易度なんで、そこちょっと結構もう教え込んでほしいです。わかりました。はい、お願いします。ワクワク、あ、違う、なんだっけ。いいんだよ。ワクワク、ワクワク、ワクワク、海に行こう。ワクワク、ワクワク、海に向かおう。潮風が、頬泳ぎる。かすめる。頬かすめる。そろそろ、そろそろ、そろそろ、海に着くよ。そろそろ、そろそろ、海に着いた。キラキラ、キラキラの、あ、キラキラの、海が眩しい。海が眩しい。しい、あなた、あなた、あなたのでしたっけ？あなたのために、作った前髪が、崩れる前に、あなたが来る前に、サンダル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 を、あれ？なんだっけ？サンダルを、サンダルを、脱ぎ捨て、脱ぎ捨ててだ、脱ぎ捨てて、脱ぎ捨ててか、うん。脱ぎ捨ててか、うん。もう一回、B メロやりましょう。あなたのために作った前髪が崩れぬ前に、あなたが来る前に、サンダルを、サンダルを、サンダルを、
脱ぎ捨てて脱ぎ捨てて脱ぎ捨ててか脱ぎ捨ててサンダルを脱ぎ捨ててか、脱ぎ捨てあなたのために作った前髪が崩れぬ前に、あなたが来る前に、サンダルを脱ぎ捨てて、あと、あ、いいじゃん、いいじゃん、あ、合ってる。すげえ、すげえ、すげえ、すげえ。できた。よし。じゃあ、完成披露会返しますか。完成披露会返しますか。うん。じゃあ、一回リハーサルしましょう。うん。一回さ、通してみて、うん、そっからリリーベするんで、今から。あち、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 ホワイトビーチのリリースイベントするんで。わかりました。はい。じゃあもう一回ちょっとリハーサルしましょう。リハーサル入りまーす、うん。はい。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、安部さん、タイトルコールお願いします。それでは聞いてください。あち、あち、ホワイトビーチ。ザバ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 ザブーン。ワクワク、ワクワク。海に行こう。ワクワク、ワクワク。海に向かおう。潮風が、頬をかすめる。そろそろ、そろそろ、海に着くよ。そろそろ、そろそろ、海に着いた。キラキラの海が、キラキラの、海が眩しい。キラキラの、海が眩しい。あなたのために作った前髪が崩れる前に、あなたが来る前にサンダルを脱ぎ捨てて、あち、あち、ホワイトビーチ、あち、あち、ホワイトビーチ、たい、手につける太陽。カモメガメも呼んでるわ、カモメも呼んでるわ、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 私は飛べ、私は飛べないわ。翼を持ってない。でも明日は来るよ。ザブーン。あ、いいじゃないですか。うん。ちょっと表情を、あち、あち、まあ、ちょっと熱い感じで、お願いします。オッケー、わかった。で、ホワイトビーチは、ちょっと、いけてる感じ？あ、わかった。そうそう。ホワイトビーチっていうか、いけてる感じ。わかりました。あっち、あっち、ホワイトビーチで、okay、手につける、ここはちょっと可愛いね。手につける太陽を、うん、カモメも呼んでる、わーわー、カモメも呼んでるは、可愛い感じで、わーわーでちょっとシックな感じにしたいです。カモメも呼んでわわわわわわわにしたいですね。うん。で、あちあちホワイトビーチ、あちあちホワイトビーチ、私は飛べないわは悲しい感じ。うん。私は飛べ、翼はもう鼓動やってるくらいイケイケな感じで。オーケー。翼をもう持てない、でも明日は来るよー。ザブーン。オッケー、いいじゃないですか。オッケー。完璧。よし、じゃあリリースイベントしましょう。はい。じゃあその前に、ちょっとエンメロの、あの、私あそこがマジでわかんないですよ。キラキラの海が、みたいなところがわかんない。キラキラの海が眩しい。海が眩しいだ。そう、キラキラのでも使う、そこの部分を。うん。海が眩しいだ。オッケーオッケーオッケー。うん、よし、オッケー。じゃメモっとこう。キラキラのーか、オッケー。
よし。じゃあリリースイベントしましょう。はい。ファンの皆さん、あの、画面録画大丈夫ですか？ちゃんと拡散してくださいね。完成披露宴なんで、はい。そう。リリースイベントなんで。トレンド入り狙ってんで、これで。Twitter のトレンド1位狙ってるんで、こちらは。そうそうそう。今、リリースイベント結構大事な。緊張しますね、安部さん。ね。今日が初披露だね。うん、初披露で。やっぱ今までの、この、頑張ってきた、うん。この成果をすごく、もう本当に皆さんに見せたいなって思うんですよ。確かに。うん、本当に今まで頑張ってきたじゃないですか。安部さん一緒に、うん。ね。本当に。頑張ってきたじゃないですか。本当に、結構大変だったんですけど、うん。やっぱり、最初はタイトル決めから、何から何まで、本当に、大変で、めちゃくちゃ、頑張ったよね、うちら。頑張った。頑張ったよね、うちら。じゃあちょっと、本当に、私たちのデビュー作です。はい。それでは、まなみ様、タイトルコールお願いします。それでは、聞いてください。あち、あち、ホワイトビーチ。ザバ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 、ザプーン。ワクワク、ワクワク、海に行こう。ワクワク、ワクワク、海に向かおう。潮風が、頬をかすめる。そろそろ、そろそろ、海に着くよ。そろそろ、そろそろ、海に着いた、キラキラの、海が眩しい。あなたのために作った前髪が崩れる前にあなたが来る前にサンダルを脱ぎ捨ててあちあちあちホワイトビーチ、あち、あち、ホワイトビーチ、照りつける太陽、カモメも呼んでる、わわ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 でも明日は来るよーだったー皆さんここまで応援してくださって本当にありがとうございます。ありがとうございます。こうやってあちあちホワイトビーチを披露できたのも本当に皆さんのおかげです、はい、ありがとうございます。ななみ様からも二言お願いします。二言。いや本当にこれが勝負の曲。うん。やっぱりデビュー曲ってやっぱり大切だと思うので。うん。それをこうやって皆さんの前で披露できたことが本当にありがたいし、うん、恵まれた環境にいるなと思わせてもらいました。はい。ありがとうございます。はい。これからも頑張っていきますので。はい。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、よろしくお願いします。以上私たち、ナナニャンニャモーニャンでした。素敵なリリーベ素敵なリリーベ。どうでした皆さん。あ、よかったよって言ってくれてる。あ、ほんとに。こう、オリコンデイリー1位なんで。あちあちホワイトビーチ。ラストアルバムと並んで、オリコンデイリー1位なんで。シングルとアルバムで1位で。そうそう、シングルとアルバムで1位なんで。急にリップ塗るじゃん。急に。あ、ということで、皆さん、で、何時間くらい、これ何分くらいやってるんですか、今、私たち。1時間くらいじゃない？ 1 時間、でも1時間でここまでできたのすごくないですか？え、すごいよ。すごくないですか？あ、タグ付けどうする？どうします？ハッシュタグ。確かに。長いかな、あちあち。ホワイトビーチ。確かに。長いし、ちょっと分かりにくいかもしれないですね。うん、そうだね。うん。ナナニャンモモニャン曲作ったってよ。いいじゃん。めちゃくちゃ良くないですか？ナナニャンモモニャンがひらがなで、うん。待ってくださいね。皆さん、感想をね、ぜひハッシュタグで
ソリリベの感想ね。ハッシュタグ。ななにゃん。ななにゃんももにゃん。曲が、感じ。曲作ったってよ。曲作ったってよ。ちょっとめっちゃ汚いけど。ななにゃんももにゃん。曲作ったってよ。で。いいね。みんな、タグで、ぜひ感想教えてね。お願いします。みんなも覚えて、いつか披露しましょう。一緒に。うん、じゃあ、もう近い夜台で。5月9日の夜台で。ぜひ。最後の夜台でね。あちっと、ホワイトビーティーで。やるんで、ぜひ、夜台申し込んでる方は、あれです。なんだっけ。覚えてください、振りを。一緒にやりましょう。え、反転してる？なんか反転してるらしいですよ。あ、文字がじゃない。あ、文字が？あ、文字が、うん、とか言っちゃって。で、みんなわかるっしょ、多分。うん。いけるっしょ。テロップで書いといた方がいい？曲と、作るが、漢字。作ったってよ。ね。反転してるけど、みんな読んで、頑張って。頑張って読んでくれ。じゃあ皆さんね、ぜひ、それでよろしくお願いします。お願いします。じゃあ、ナミ様ありがとうございます。ここまで長時間。マジで、うん。ありがとうございます。もう、急遽なコラボでしたが。はい。ありがとうございますね。ありがとうございました。それでは、切りますよ。はい。あとスクショタイムしときます。あ、そうだね。何します？ハートとかしときます？うん。ラブ。はい、チーズ。どや？取れたかな？じゃあなんかあともう一個やっときましょう。ホワイトビーチ感。あ、ホワイトビーチ感。ホワイトビーチでこれ言って。スクショできないですよ、みんな。ベレッベレなの、ここで。ベレッベレ。あっちにしときます。あ、そうだね。あっち。どや？取れたかな？あと、ザプーンにしときましょう。あ、そうだね。ザプーン。いいじゃないですか。さあ、皆さんありがとうございました。ここまで見てくださって。ありがとうございました。じゃあ、どうしようかな。なんかランキング、これ切っちゃったらこのまま切ることになりますよね。うん。配信を。うん。ななみさんもいつもランキングとか読んでます？読んでるよ。あ、読んでる。じゃあ、お互い読み合いますか。オッケー。お互いのランキング。じゃあ、13位から読む。じゃあ、もうこから読みますね。はい。13位、シーズーありがとう。12位、エレメンツーありがとう。11位、ショーゴーありがとう。10位がつかさーティーありがとう。9位がリカバヤシーありがとう。8位がハナッチーありがとう。そして、7位がキングカズニセーありがとう。6位がシロ君ありがとう。5位がマイケルありがとう。そして4位がアンドゥーありがとう。そして3位が頑張れと頑張れありがとう。そして2位がポチマルマルありがとう。そして1位が、ドゥグドゥグドゥグピャンチゲルありがとうありがとうございました。じゃあラジオパーソナリティみたいだね。あ、本当ですか？じゃあぜひななみさんも同じテンションでやってみてください。わかりました。はい、頑張ってください。13位コルトさんありがとう。12位ミーママキコさんありがとう。11位タジボさんありがとう。10位、ミッドナイトパーティーさん、ありがとう。9位、ゆうかちゃん、ありがとう。8位、マヨビームさん、ありがとう。7位、リボンちゃん、ありがとう。6位、はじめさん、ありがとう。5位、ソヨさん、ありがとうございます。4位、しげるさん、ありがとうございます。3位、バカラさん、ありがとうございます。2位、サッピーさん、ありがとうございます。そして1位は、ドゥグドゥグドゥグシュランジさんでーす。ありがとうございます。ありがとうございます。水これ。どこで息継ぎしてんの？いや、意外といけるもんすよ。極め、極めましょう。極めこれからやってみてください。話題になりますよ。安倍さんがランキングの時だけテンションが上がるっていう、言うので。なので。ぜひぜひ。じゃあ、終わりますか。皆さん、ギフトもたくさんありがとうございます。ちょっとね、読めなくて。
読めなくてごめんなさいなんですけど、全部確認できてるので、ありがとうございます。ここまで見てくださって。ということで、じゃあ、ななみ様、はい、バイバーイ。バイバイ。また明日。はい、また明日。はい、じゃあねー。また明日。じゃあねー。バイバーイ。皆さんも見てくださってありがとうございました。切ります。頑張ったわ。入ったら歌ってないくらい。そう、途中から入ってきた人マジ意味わかんないと思うんですけど、曲を作ることになりまして、楽しかったですね。ありがとう、ももこちゃん。すごいわ。何事かと思いました仕事あって見てみたらリリーブ始まってましたうん、痩せた気がするとか言われて、はあ、楽しかった。こんなに疲れるとは思ってなかったですけど皆さんもありがとうございました。私もそろそろ終わろうと思います。面白かったなら良かったです。皆さんが笑ってくれてたなら良かったです。明日は、オンライントーク会があります。その前に11時ぐらいから支度配信、準備をしながら配信したいと思ってます。のでもし暇な方は一緒に準備しながらでも、ご飯食べながらでもいいので。メイクは分かんない、もしかしたら最初終わってるかもしれないけど、髪型とか髪の毛とか巻きながらとか、配信して、あと、あ、オンライントーク参加します、ありがとうございます。で、終わってからも夜もしたいと思いますので、明日はたくさんするかと思います。よろしくお願いします。オンラインはね、2着着ようかなと。まだまだ衣装を何かしら用意してくださったので、過去の衣装をそれを1着と、これは後半かな。で、前半の衣装まだ決めてなくて、買おうかなと思ってます。買ってから行こうかなと思ってるので、そう、11時から大丈夫です。11時からにします。11時から1時間ぐらい配信しようかな。確かにダメだ、ダメダメ。11時から配信して12時に終わって、そこから出て、そしたら服買う時間じゃないから、
10時半にします。10時半から準備配信します。そのつもりでおなしゃす。東京も寒いの。今日は風が強かった。私がいたところだけ。でも大丈夫。11時半で大丈夫。で11時半に終わって11時半に出て大丈夫。集合まで1時間あれば帰るので大丈夫。では息上がってるので切りたいと思います。さっきランキング読んだから大丈夫かな。皆さん今日もたくさんありがとうございました。皆さんゆっくり休んでください。ではバイバーイ。また明日。ありがとうございました。天気が良くてめちゃくちゃ風は強かったんだけど、だからちょっと寒かったんだけど、でも長袖の衣装だったし、なんかすごい気持ちよかったです。楽しかったな。今日すっごく楽しかったです。なんかずっと楽しかった。最後にみんなで青春写真も撮って、今日楽屋がですね2つあったんですよ。ラストアイドルで最初にホテル組がみんなで一緒に入ったんだから、私と愛理ちゃんと桃子ちゃんとちーちゃんで4人の楽屋だったのね。で最初全然喋らなかったんだけど、でも途中からすごい楽しかった。みんなでいっぱいご飯食べて、なんか牛タンの串牛タン串みたいなのを買ってきてくださって、スタッフさんがで、いろいろ差し入れもみんなで食べてすっごく楽しかった。あ、サインね。私会いましたよ。ほら、愛ちゃんのサインもらいました。ななみ大好きって書いてある。無事話せましたよ。しかも部屋隣だったっていうね。昨日隣の部屋同士であんな、あんな会話しましたから、まさかの隣でした。部屋そう、ももこちゃんともコラボするてか、さっきまでももこちゃんの配信実は見てて、うちの話してて、で今日もコラボしましょうって言って、でしようって言って、しますしようね。今日はしないんじゃないかな。今日じゃなくてまた今度打ち合わせして言いましょう。
今日何人から、そう今日何人から始まったんですよ瀬戸利。フェスで刀持つの珍しくない？マジであれちょっと恥ずかしいんだよね、フェスで刀持ちながら出てくのだけど何人も好きだからやれてよかったですね。ね、今日もさ、うちさ一人ぼっちなんだけど、あのひな壇なんて言うんだっけ、ひな壇、みんなギフト投げてくれてるのにわかんないの、うち飛んでこないの。ありがとうございます、投げてくれてる、もうすでにありがとうございます。私は海派です。そう、壇上、壇上出てこない、ダメだな。でもまあ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 、ももちゃんがコラボしたいってしよう。私海派です、よろしくお願いします。今日海すごい近くて、なんか客屋からも海が見えて、入った瞬間なんかすごいホテルみたいな、お部屋みたいな部屋だったんですよね。あ、シロランジさん、クマ10個ありがとうございます、ありがとうわ、ありがとうございます。ももこちゃん打ち合わせなくても切れそうです、今日から。あ、いいよ、いいけど、いいよ、うちもいつでもいいよ。明日は、明日でも、うち明日終わんの遅いからな、明日も配信しようと思ってんだけど、今でもいいよ別に私明日、あ、オンラインなんですけど、で前夜しかやんないとか言っといてあれなんです、昨日言っといてあれなんだけどさ、明日さ準備配信してもいい？お昼ぐらいだと思うんだけどさ、してもいいですか？あ、いい？多分11時くらいかな、11時くらいからあのゆるーく配信してるんで、もし来れる人がいたら、で多分夜もやると思います、終わってからホテル着いてからもやると思います配信。あ、ももこちゃん、あ、今でもいいよ、じゃあ今する、ももこちゃんといいよ、どうする、いいよ、しよう、する、お昼あの準備する配信、髪巻いたりしようかなと思ってる、ちょっとメイクしたり、これ一回切らなくてもいけると思うんだよね。明日の夜はでも10時ぐらいからしかできないかなと思ってるけどね、配信終わっ、あのトーク終わって帰ってきてからするので10時ぐらいから、でも明日はたくさんします、時間は帰ってき次第って感じ、9時に帰ってこれたら9時からするけど、ももこちゃん来てくれる？だいたい9時半から10時ぐらいの間かに始めるかなって思います。まだ来てない自信、今コラボ申請してくれる？サッピンさん、タワーありがとうございます、ありがとうわー、ありがとうございます、ありがクマ、ありがとうございます。これ私も切んなきゃいけないっけ？
受信リクエストありませんってまだなってるの。まあまあもコラボしたい。クリタちゃんもしよう。今やってるっぽい？ OK、 ちょっと待ってみるわ。クロちゃんの挨拶は誰が考えてるのかって、わかんないんだよね。なんか2つに分かれてて、楽屋がで、こっちの部屋にはるかちゃんが伝えに来てくれたの。自己紹介こうすることにしようって言ってはるかちゃんが伝えに来てくれたんだけど、だから誰が考えてるのか分かんない。そっちの楽屋で考えてくれたのかな。あ、私も一回切った方がいいかな。ちょっと一旦切ってみていいですか。で、ちょっと今のランキングだけちょっと縮小しておきますね。すいません。ちょっと一回切ってきますわ。ちょっと一回切ってきますね。